オレゴン州にあるポートランド日本庭園は毎年50万人以上のお客様をお迎えしています。日本庭園の美を余すことなく伝えるこの庭園は、本来アメリカの人々に日本の文化をより深く理解してもらいたいという目的で生まれました。開園から60年、庭園が持つ意味合いは当初よりもさらに大きなものに成長してきました。第二次世界大戦の記憶がまだ新しい1960年代初頭、ポートランド市民の代表たちは戦争の傷跡を癒し、日本文化への理解を深めるため日本庭園を作ろうと思い立ちます。これに対して反対の声も上がり、人種差別的な暴力が起きたこともあります。しかし創設者たちは根気強く支持を広げ、荒れ果てた動物園の跡地を緑豊かな庭園へと変えていきました。楓や松や苔が育つように、人々の心にも調和と平和が育まれていったのです。現在ポートランド日本庭園は国内だけでなく世界各国からの来園者のために年間200を超えるプログラムを開催し、世界でも有数の日本文化へ誘う施設へと育ってきました。日本固有の芸術や伝統、価値を人々に分かち合う、いわゆる文化的外交活動を通して、一つの公共の庭園が社会の変革を起こすモデルケースとなるまでに成長してきたのです。ポートランド日本庭園は去年、姉妹組織ジャパンインスティテュートを発足しました。世界に向けてより広く情報を共有、発信し、国際的な連携を深めることを目的に、文化芸術センター、国際フォーラム、トレーニングセンターの3つを備えています。ポートランド日本庭園及びジャパンインスティテュートは、平和で持続可能な世界を目指し、グローバルな役割を果たしていきます。そしてより多くの共感、つながり、相互理解を促す場として、これからも長きにわたり調和と平和を生み出す庭園であり続けたいと願っています。